猫ちゃんが行く。この番組は諏訪工芸の提供でお送りします。こんにちは。太鼓ちゃんが行く司会を務めます和太鼓奏者の響き東園です。太鼓ちゃんことアシスタントミミカです。はい、今日もですね、埼玉スーパーアリーナ5階にありますスワンドからお送りしたいと思います。はい、今日もセレブに頑張りたいと思います。はいはい、太鼓ちゃんが行くスタート。埼玉市緑区、三室、そして山崎で活動している山崎太鼓の皆さん、ではですね、山崎太鼓の皆さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。なんか目標的なことってありますか？はい、ですね、今回がこういうステージに立つのが初めてなんですね。もうこの子たちも今日はすごく興奮して楽しんでましたので、少しずつまた会員を増やして、もっともっと実力つけて楽しい会にしていきたいと思います。もともとは夏祭りの時年に1回集まっていましたが、太鼓を通して地域のコミュニケーションを図ろうと8年前に発足、地域交流の一翼を担っています。今回イベントの参加は初めて、今後の活躍に期待です。こういうの今回初めてなんで、もっと頑張っていきたいです。練習はどれくらいやってるんですか？週にとか1ヶ月に2回くらい。練習は楽しい？楽しいです。太鼓楽しい？はい。太鼓どういうところが楽しい？叩いてる時が楽しいです。一番初めに出たところは小さな公園だったんですけど、今ではこんな大きなところで演奏できることができて、とても嬉しいです。やっぱり子どもたちが多いので、明るくて元気でパワーがあるところが、はい、とてもみんなには負けないんじゃないかなっていうぐらい、はい、元気なので、はい、そういうところですかね。はい、山崎太鼓の皆さんでした。チャリンコは下は小学校2年生から上は中学校2年生までの子どもたちが集まった太鼓団体です。はい、チャリンコの皆さんにですね、これからちょっとお話を聞いてみたいと思います。子どもらしい、まあ元気のあるこうワイワイキャッキャしてる本当の子供らしい子供っていう子供、昔ジャリンコジャリンコって言ってたので、でその言葉を使ってジャリンコに名付けました。なるほど。太鼓のどういうところが楽しい？打つと気持ちいいから。そう、気持ちいいところが、うん、初めて太鼓が聞いた。すごいってすごい音、そう、まあ、音が大きいなと思った、うん、目標にする先輩とかいる？子供らしい元気な太鼓を目指すとともに、音にもしっかりこだわって練習を積んでいます。その成果がこの本格的な演奏に現れていますね。これ以上を目指してもっと練習を積み重ねていきたいです。はい、頑張ってください。太鼓をやっててこういうこと学んだなって、みんなで元気よくやるとなんか気分が明るくなるなってこと学びました。
ジャリンコの皆さんでした。ジャリンコ頑張るぞ。太鼓大好きなメンバーたち6人が集まった太鼓集団ほかげ。太鼓の話をし始めたら夜が明けるというほどの皆さん。はい、ほかげの皆さんにですねちょっとお話を聞いてみたいと思うんですけども、女性は女性ならではのしなやかさや優しさが演出できるといいなと思いました。思うのと男性のね荒々しさなんかもはい一緒に表現できればと思って、日々練習に励んでいます。太鼓を叩いていて皆さんに見ていただける喜びとかそういったものも初めて味わうことなので、はい、とても楽しくやらせていただいてます。ご覧いただいている楽器はすべてメンバーが個人で所有しているという熱の入れよう。最近ではコンクールにも挑戦し始めたといいます。このメンバーってみんな本当に技術精神力を共に伸ばしていこうっていうメンバーですのでとても触発されて刺激されて頑張ってるんです、はい、なんだかわからないんですけどもすごく太鼓の音に惹かれてもう太鼓の音が聞こえるだけでワクワクしてきちゃって、バチを使ってですね思いっきり何かこう叩くと結構自分の思いっていうのが外に出してですねまあ気持ちの中でも譲りができるんじゃないかなと思うんでこうやってみたらどうかなと思います、はい、6人いるんですけど6人がそれぞれ個性的で、まあ、実にまとまりがないんですけどそれが曲になってまとまってくるところが面白いんじゃないかと。はい、ほかげの皆さんでした。はい、